はい、こんにちは、スノーボック監督と申します。ウイニングイレブン2019マイクラブ実況プレイを始めていきたいと思います。はい、今回ですけれどもね、一昨日上げさせていただいた動画で、今週11月22日の、木曜日メンテ後にやってくるであろう FP ガチャで、FP アーセナル、FP リバプールの、選手の搭載選手の、予想をさせていただいたんですけれども、今回はその中で、アーセナルの、僕が予想した、FP ガチャで来るであろう選手の、スカウトの組み合わせをご紹介していきたいと思います。今取っておけば、非常に安く済むんじゃないかなと思ってね、先取りという感じで、特に僕とかなんだかだったら、このシュコドラムスタフィーってめっちゃ来そうですよね。早めに取っとこうかみたいなところでね、見ていただけたらなと思います。でね、このね、FP ガチャ、木曜日の FP ガチャに関してちょっとね、ウィニングイレブン2019を起動した時にちょっと気になる通知がありました。ちょっと画像としてね、今出しているんですけれども、2018年11月22日から、2018年11月29日の注目選手とライブアップデートについて、各時間において、注目選手の登場予定はありません。また、各期間のライブアップデートでは全選手のコンディション評価は C で統一されます。対象期間11月22日から29日ということで、こんな、通知があったんですよ。本当にこれアーセナル、FP アーセナル、FP、リバプール来るのかと、そもそもそういうの注目選手のガチャってないんじゃないのって、ちょっとね、読み取れるんですけれども、この通知なんですけど、前のね、こんな、代表ウィークの期間も、同じようなのが来てたらしくて、多分あるそうです。はい。その週活躍した FP ガチャっていうのは来なくて、代表じゃなくてクラブの特別な FP というのは来るみたい。だから、希望せずにやっていきましょう。はい、ということでね、あとですね、このなんていうんだろう、代表ウィークを挟んだ後、もうちょっと遅いかもしれないんですけれども、その後来るガチャって結構、普通の通常のコレクターズボックスですね、その後に来るコレクターズボックスは結構熱いことがあるので、今週のコレクターズボックスは回さずに GP 貯めといた方が僕はいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、遅くてもう引いちゃったよっていう人いるかもしれないんですけれども、一応情報として、頭の片隅にでも置いといておいてください。はい、ということで、早速ではね、アーロン・ラムジーからスカウトの組み合わせご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それでは最初の組み合わせです。アーロン・ラムジーの組み合わせ、まず能力値こんな感じですね。2列目からの飛び出しがプレイスタイル、はい、能力値はこんな感じ。スタミナも高いですね。果たしてこれが FP ラムジーとなったらどうなるのか、期待に胸が膨らみます。はい、スキルこんな感じですね。かなりスキルはあるので、欲しい選手の一人ではあります。はい、では、スカウトの組み合わせご紹介しましょう。センターミッドフィルダー、オフェンスセンス、そしてスキルが低弾のローブ、これで、確定となります。ちなみになんですけれども、アーセナルのスカウトを取れば、もっと、組み合わせたくさんあるんですけれども、アーセナルのクラブの組み合わせ、クラブのスカウトは非常に高騰しやすくて、高いので、できる限りクラブのやつは、使わない組み合わせをご紹介させていただいてます。はい、ということでこの組み合わせ、もしくはここ低弾のローブのところね、スキルチェイシング、この辺だな。はい、ありました、チェイシング、これでも確定となります。他の組み合わせもあります。スキル、再びスキル、ここだけね、オークションね、全て必要になってくるんですけれども、はい、これでも確定。あともう一つどこだ、あと一つ、スキルコントロールレペないな、あった、え、消えた、あった、あった、はい、これでも確定となります。はい、アロン・ラムジー、FP ガチャ関係なくてもちょっとね、欲しいなとは思うんでね、ぜひとも獲得してみてください。それでは、次の組み合わせに参りましょう。はい、次の組み合わせいきたいと思います。グラニとジャカ、プレイスタイルアンカー、ここだけでもすでに、僕は欲しいなという感じなんですけれども、身長も185センチと26歳、能力値こんな感じ、非常に能力はね、高いですよね。パスとパ、フライパス、グランダーパス、どっちもある、ボールコントロールもあって、キック力もある、ただボディコンがあんまりないな、スタミナは83、どんな能力になって出てくるのかという感じなんですけれども、コンディション程度そんな高くないんですね。左利きです。でスキルこんな感じで、めちゃめちゃ持ってます。さあ、その選手の組み合わせこんな感じ、
所属リーグ、イングランド、国籍、地域、まあ、ここだけが、オークションが必要になってきます。国籍、地域、スイス、そして能力、キック力、これでグラニットジャカが確定となります。はい、ただね、このイングランドも結構貴重なんでね、まあ、非常にあのスカウトの組み合わせで確定しやすい、スカウトではあるんですよね。なので他で行くならば、ディフェンシブミッドフィルダー、そしてここね、左足、利き足で左足、はい、これと、最後はねオークション必要になってくるやつなんですけれども、スキル、無回転シュートないよ、あれ漢字やからすぐ見つかると思ってるけど最初の方にやったわ。はい、これで確定となります。はい、まあ、どちらの組み合わせでもね、まあ、無回転シュートの方が安いかな、どうだろう、スイスとね、まあ、無回転シュート、まあ、そっちのどっちかっていう、まあ、両天秤じゃないですね、まあ、天秤にかけていただいて、決めているのがいいんじゃないでしょうか。はい、これが一応グラニットジャカのスカウトの組み合わせでした。それではね、次の組み合わせいきたいと思います。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。シュコドラン・ムスタフィ、能力値はこんな感じですね。まあ、センターバックと右サイドバックが一応できるのか。で、身長は184センチですね。能力値こんな感じですね。まあ、身長がそこまで高くないですけれども、まあ、スピードもあんまりないな。ちょっと微妙か。いや、でも FP になるとやっぱりちょっと能力強化されるんで、まあ、スタミナもあんまりない。まあ、スタミナいいか。あと重要なのがコンディション安定度3ということで、ズタボロですね、結構。スキルはこんな感じ。インターセプトと闘争心。まあ、一応ね、この選手の組み合わせご紹介していきましょう。ごめんなさい、この選手の、アーセナル、これを使わないと、組み合わせ見つかりませんでした。で、まあ、他にもあるんでしょうけど、まあ正直ね、金玉の選手を取るのにオークション2つっていうのはちょっと考えてないのでね、在籍クラブアーセナル、まあ、ここだけがオークションが必要になります。で、ポジションセンターバック、年齢が25から29、これでね、ムスタフィ確定となります。はい、まあ、一応ね、全部、オークションは1つで済むように調べてますので、2つになってくるとやはり先ほども言った通り、なんだろう、だいぶ、まあ、GP 使っちゃうんで、それでやったのでもったいないかなということでね。はい、以上が、まあ、シュコドラン・ムスタフィのスカウトの組み合わせでした。はい、それでは次の組み合わせいきましょう。はい、次の組み合わせいきたいと思います。エクトル・ベジェリンの組み合わせなんですけれども、ちょっとね、僕のね、まあ、アカウントではね、エクトル・ベジェリンね、持ってしまってるので、こちらも選手のね、まあ、なんでアイコンがね、ちょっと暗くなっちゃってるんですけれどもね、まあ、見ていきたいと思います。はい、右サイドバックと右サイドハーフが、まあ、できる感じで、攻撃的サイドバックですね。はい、能力値こんな感じ、まあ、スピードと瞬発が非常に、まあ、なんていうんだろう、すごい優れてますね。95なんで、まあ、そのね、異常たる、まあ、光景というかね、まあ、こんな感じなんですよね。で、能力値はね、そんな高くないです。で、コンディション安定度も5ということで、まあ、あまりないが、まあ、スタミナもあるんでね、はい、178センチ、23歳、若いですね。スキルはドロップシュートとワンタッチパス。はい、で、この選手のスカウトの組み合わせ、見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。アーセナルを使わない組み合わせっていうのがね、ちょっと発見できなかったので、発見できなかったというか多分ないですね。まあ、これが最高の組み合わせだと思います。はい、在籍クラブアーセナル、ここだけがオークションが必要になります。で、右サイドバック、そして24歳以下、これで確定となります。ここのね、まあ、24歳以下のところをね、能力、瞬発力、これでも、確定となります。エクトル・ベジェリン、はい、いいですね。獲得候補リスト、まあ、何度も言うようにね、能力値、スピード、瞬発が、まあ、95ということで、この選手が強化されれば他のところもね、まあ、色が、まあ、80とかそういうことになってくるのでね、まあ、ぜひとも使いたい選手ではあります。はい、まあね、コンディション安定度じゃなかった、ライブアップデートでも比較的なんか調子よくなりやすいんですよね。なりやすいというか、結構活躍してるのか知らないですけれども、今は、まあ、結構、B とか A とかに、まあ、A はあんまり知らないですけど、 B とかにはなりやすいかなという印象を受けております。はい、ということで、エクトル・ベジェリンのスカウトの組み合わせでした。そしたら次の組み合わせいきたいと思います。はい、それではね、次の組み合わせいきたいと思います。ルーカス・トレーラのスカウトの組み合わせ、まずは能力値、こんな感じですね。168センチのアンカー、22歳、若いですね。能力値こんな感じです。はい、結構まんべんなくいいんじゃないでしょうか。 FP ルーカス・トレーラとして来たらかなり良さそうです。コンディション安定度も6ということで、まあまあ安定してますね。はい、
ではスキルがこんな感じ、まあ、いい感じのスキル持ってます。セーダンドロブ、インターセプト、チェイシングなんかを持ってるので非常にいいのではないでしょうか。ここ結構目玉の選手になりますね、うん、でこの選手なんですけれども、オークションなしで2人まで絞り込むことができたので、まあ、できればねオークションなしで、取りたいですね。では組み合わせの方を見ていきたいと思います。はい、種族リーグイングランド、地域大陸北中米南米、そして能力がキック力、これでルーカストレーラーが確定となります。まあ、このスカウトたくさん持ってたらね、まあ、どんどんルーカストレーラーを、たくさん増やして、もしもルーカストレーラーが来たらバシッとね取りたいというか、バシッとね経験値与えて、能力上げたいですよね。はい、で相方がダニーロなんでちょっとね、まあ絞り込みにくいかな。この星4の同じ組み合わせがもう1体必要になってくるんでね、ちょっと厳しいかなという感じがしますが、まあオークションなしで手に入れるのであれば全然、まあ、こっちの方がいいんじゃないかなと思います。はい、それではね最後の組み合わせに参りたいと思います。はい、それでは最後の組み合わせいきたいと思います。マッティオ・グエンドゥジ、ネロクチこんな感じ、まあ、あんまり高くないな、星、白玉ですから。でスキルも2個、ちょっとこの選手弱いんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあまあまあ育てれば強くなるということでね、それでは行きましょう。スクリーグイングランド、能力スタミナ、スキルがバックスピンロブ、白玉なんで、まあ、星1のこのスキルであれば、まあ、非常に安く手に入るんじゃないかなと思います。はい、まあ以上、あさって来るであろう FP アーセナルの選手のスカウトの組み合わせご紹介していきました。最後までご視聴ありがとうございました。